皆さんこんばんは。1月28日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私クリオネクラリ、コメンテーターはインヤンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。海外の仮想空間の話題、ハボホテルユーザー数2億人を突破、模試モンスターズリアルの商品展開が活発化、ソーシャルサービスの話題、ミクシーがドイツのファーゼットネットネットワークとプラットフォーム共通化、モバゲータウンとヤフーモバゲーが銀行ネット決済を導入、サイバーエージェントの取り組み、サイバーエージェントとミクシーが合弁会社株式会社グレンジ設立、スヌーピーのアバター用アイテム販売開始、iOS 向けアプリ、ブルーマーズモバイルの開発中の動画を公開、キネクトを使ってセカンドライフを操作、セカンドライフ最新情報。まず最初のニュースです。海外の仮想空間の話題です。フィンランドのスラケ社が運営する若者向け 2D 仮想空間ハボホテルが、ユーザー数が2億人を突破したことを発表しました。ハボホテルは2000年にサービスを開始した世界のアバターサービスや仮想空間の中でも老舗のサービスです。創業者2人があるロックバンドのファンサイトとしてアバターコミュニケーションサイトを立ち上げ、その後フィンランド以外の国にも展開するにあたり、ハボホテルという名称に変更し、以後世界32カ国11言語に展開するグローバルサービスとなりました。以前は日本でもサービスが行われていましたが、こちらは残念ながら2008年にサービスを終了してしまいました。しかし、その後も世界ではサービスを続け、地元の新聞でもフィンランド初のワールドワイドなサービスと高い評価を受けています。ユーザーが1億人に到達したのは2008年の6月で、サービス開始から約8年でしたが、それから2年半でユーザーが倍増したことになります。2億人目のユーザーは、英語版のサービス、ハボ .com にてアカウント登録したアメリカ人だったということです。もう一つは、子供向け仮想空間、模試モンスターズのリアルのグッズ展開の話題です。模試モンスターズは、雪男やゾンビ、お化け、悪魔などの怪物を可愛らしくデフォルメしたアバターを操作し、お化け屋敷のようなマイルームをカスタムするホラーテイストの子供向け仮想空間です。パズルゲームや音楽コンテンツなど、幼児の知育に役立つコンテンツが豊富に用意されており、保護者からの評価も高く、昨年はユーザー数が2900万人を突破し、イギリスだけでなく世界中の子供たちがアクセスしています。同サービスでは、リアルの商品販売にも積極的に取り組んでおり、トレーディングカードやアパレルグッズ、絵本などの販売が行われています。しかし、今年に入ってからリアルの商品展開が活発化し、今度は同サービスのアバター画像をモチーフにしたぬいぐるみ計48種類の販売が開始されました。それぞれに名前や保証書が付けられており、前衛の玩具小売店で購入できるということです。これまで玩具が先行で仮想空間が連動するタイプの商品展開は世界でもかなりの例がありましたが、仮想空間が先行するタイプは珍しいのではないでしょうか。次のニュースです。ソーシャルサービスの話題です。株式会社ミクシーがドイツ最大の SNS 運営会社であるファーゼットネットネットワークとプラットフォーム共通化に関連する基本合意書を締結したと発表しました。ファーゼットネットネットワークは、中高生をターゲットとした SNS シューラーファーゼットや、大学生から社会人向けの SNS ストゥディファーゼット、社会人向け SNS マインファーゼットといった SNS を運営しており、計3サイトのユーザー数は1750万人以上になります。今後、この基本合意書に基づき、同社とソーシャルアプリのプラットフォームの共通化を進め、
各ディベロッパーが SNS 上で容易に事業展開できる仕組みを整えていくということです。 Mixi は2010年9月に中国最大の SNS レンレンと韓国最大の SNS サイワールドとも提携を行っており、海外企業との提携はこれで3例目になります。今後もプラットフォームの共通化を実現することで、ソーシャルアプリのディベロッパーに対し、SNS の枠を超えて世界市場の展開を行う模様です。株式会社 DNA では、株式会社ペイジェントと連携して、モバゲータウンとヤフーモバゲーにて銀行ネット決済を導入しました。株式会社ペイジェントは、DNA と株式会社三菱東京 UFJ 銀行、農林中央金庫が共同出資し設立した決済代行サービスを手掛ける企業です。今後、モバゲーユーザーはペイジェントが対応している都市銀行やネット専業銀行、地方銀行、信用金庫を含む1400行以上の金融機関の銀行ネット決済により、モバゲーの仮想通貨、モバコインを購入できるようになります。これまでの携帯の利用料からの請求やウェブマネーに加えて銀行の決済も使用できるようになったことで、携帯の決済の使いすぎ防止や適切な消費活動につながることが期待されます。次のニュースです。アメーバピグなどを運営するサイバーエージェントの話題です。株式会社サイバーエージェントと株式会社ミクシーがミクシー向けのソーシャルアプリを開発する合弁会社、株式会社グレンジを2月1日に設立すると発表しました。株式会社グレンジは、モバイルおよびスマートフォン版のミクシーアプリを開発、運営が主な業務になるということで、資本金は5000万円、出資比率はサイバーエージェントが 51%、ミクシーが 49% の予定です。同社では2011年9月期までに売上高5億円を目指すとしています。アメーバピグでは新たなコラボ企画が始まっており、1月26日から人気キャラクタースヌーピーのアバター用の服飾アイテムの販売が始まりました。現在販売されているのはスヌーピーパーカー、スヌーピースリッパ、スヌーピージーンズ、スヌーピースカート、スヌーピーのぬいぐるみの計5種類で、すべて有料の仮想通貨アメーバゴールドでの販売です。また現時点ではモバイル版のみの限定販売になっています。アバター用アイテムの売り上げも好調なサイバーエージェント、今後どのような影響を与えるのでしょうか。今年も注目です。次のニュースです。アメリカ・ハワイにあるアバターリアリティ社が運営する 3D 仮想空間ブルーマーズが iPhone と iPad で操作できるようにするため、 iOS 向けアプリブルーマーズモバイルの開発中の動画を公開しました。ブルーマーズは未来の開拓した火星をイメージして作られたメタバースで、強力な描画エンジンクライシスエンジンを使用しており、美麗なグラフィックや表現が特徴です。UGC コンテンツの環境も整えられており、ライセンスを取得すれば、一般ユーザーでもブルーマーズ内で仮想アイテムを制作、売買することが可能です。今回の動画では、iPad で操作を行う様子が映っており、現時点でアバターの拡大、縮小、着せ替え、ランキング機能などが利用でき、順次、Facebook Connect との連動や、スナップショット機能、アカウント登録、アバターのカスタマイズ、アイテム制作ツールなどを追加していく予定ということです。今後はこのようにスマートフォンやタブレットでもブルーマーズが操作できる開発を進める方針で、ブルーマーズモバイルは早ければ来月にもリリースされる見込みとのことです。次のニュースです。マイクロソフトのモーションコントローラー、キネクトを使用してセカンドライフを操作する動画が YouTube で公開されています。この動画を公開したのは、南カリフォルニア大学クリエイティブテクノロジース研究所の研究チーム MXR ラボです。MXR ラボでは、
現実世界での身振り手振りなどのジェスチャーが仮想世界での人間の感情にどう作用するかを研究しており、今回のキネクトを使用したセカンドライフ操作もその研究の一環だということです。今回発表されたキネクトを使用してのセカンドライフ操作システムは、 MXR ラボのエンジニアであるタイ・ファンさんがオープンソースのライブラリー OpenNI を使用して開発したものです。 OpenNI はすでに多くのキネクトハックで利用されており、人間の関節の位置や動作を変換し、仮想空間にポーズや動きを伝えることができます。動画で公開されているのは実際の人の動作を通してセカンドライフアバターを動かすデモと、人の手の動きでアバターを操作するデモで、アバターを動かすデモではコントローラーの前で手を振ったり、お辞儀をするとそれに反応してアバターがジェスチャーを起動しアクションを行う様子が見られます。また手の動きでアバターを動かすデモでは、カメラの操作とアバターの飛行を制御する様子が見られます。マイクロソフトはこのようなキネクト用の独自のプログラムについても容認する姿勢を明らかにしているため、今後キネクトを使ったアバター操作のソフトが公開される日が来るかもしれません。イアンさん、このニュースいかがでしょう？はい、大変ですね。面白いニュースだと思ってます。いろいろなニュースがあってね、セカンドライフだけではなくて、いろいろな仮想世界が、日本では確かにこう撤退気味ですけど、全体的にこう広がってるっていうの中でもって、今回のキネクト、私は結構キーの一つになっていくんではないかなというふうに思っています。キネクトという言葉は、もちろんもうすでにご存知の方もいると思いますし、ゲームに興味のない方は初めて行く方もいると思うんですが、要はですね、人の動きをですね、カメラと赤外線のカメラを使って、抽出し、で、それをベースにですね、物を動かしていくということなんで、これは確かに今、仮想世界、セカンドライフとの、接続ということでもって、大学の実験が出てましたが、いろいろなことに活用されていくと思います。また、この仮想世界、多分、実際に、プライしている方々は思うと思うんですが、自分の、例えば顔の表情だとか、自分の伝えたいところが、時々うまく伝わらなかったり、また、ジェスチャーにしても、選択して選ぶというようなジェスチャーから、自分がですね、どうしようもないような、困ったなっていう顔をしたそういうジェスチャーになったり、もしくは、笑ったらば自然にアバターも笑うというような実際にですね、その自分の投影したアバターの動きがキーボードとかマウスとかではない形でもって自然に伝わっていくというようなところは、すごくわかりやすいインターフェースになっていくのではないかなというふうに思っています。デモの方ではですね、まだまだセカンドライフの方の受け側の方が、ジェスチャーの再生だとかアニメーションの再生というレベルになりますので、細かい動きの連動はできませんが、技術的な部分で言うと、キネクト自体は手の動き、関節の動き、もしくは手を開いているとか、顔の表情とかっていうものも、認識することが可能です。ということは、もうカメラの前に座って、眠って手を振れば前に進む、向きを、首を振れば向きが変わる、もしくはお辞儀する、一緒に動くというようなこともできるようになってくると、こういう仮想世界自体が、マニアック、もしくはパソコンに詳しい人だけではなく、老若男女、若い子供、子供まで、楽しんでこの中でもって遊べるような、そんな空間ができていくんじゃないかなと言って期待しております。以上になります。ありがとうございました。次のニュースです。セカンドライフの最新情報です。先週お伝えしたセカンドライフビューアーの最新バージョン 2.5 ベータがリリースされました。今回の一番の特徴はセカンドライフのプロフィール機能がウェブと統合されたことです。プロフィール画面を開くと、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルネットサイトのプロフィールページへのリンクが表示されています。もちろん、これまでの自分が所属しているグループ一覧やおすすめの場所、そしてリアルの情報もすべて1ページで表示されるようになりました。これに伴い、ウェブ上からもプロフィールを参照することができるようになりました。もう一つ便利なアップデートは、
ログイン時の選択に、これまではホームと最後にログアウトした場所を選択する形でしたが、これに加えて自分のお気に入りからログイン場所を指定することができるようになりました。その他にも画像のデコードが高速化し、画像の表示速度が向上したとのことです。これまでよりもさらに使いやすくなり、情報も分かりやすくなった嬉しいアップデートです。また1月21日からはついにティーングリッドの廃止が行われ、これまでティーングリッドで活動していた18歳未満のユーザーが通常のセカンドライフにログインできるようになりました。13歳から15歳までのユーザーは子どもの関係者が運営する土地でしか活動できないとのことですが、16歳から17歳のユーザーは PG グリッドにて活動が可能です。このことによる大きな変化があるかはまだ分かりませんが、今後が楽しみな変化です。そしてもう一つ大きな動きがありました。リンデンラボの新 CEO ロッド・ハンブル氏が業務を開始し、公式ブログにメッセージを投稿しています。ロッド氏はこれまでアメリカの大手ゲームメーカーエレクトリックアーツ社に勤め、シムズシリーズやエバークエストなど200個以上のゲームに関わったベテランのゲームクリエイターです。2009年にはザ・ホット100ゲームディベロッパーズ・オブ・2009で2位のクリエイターにランキングされています。彼はメッセージの中で、就任が決まってからできるだけセカンドライフにログインし、そのシステムや文化をよく理解するように努めたと話しています。今後数週間で2011年の計画をまとめ発表していきたいと語っているほか、ツイッターのアカウントも公開しており、ぜひフォローしてほしいとしています。新しい CEO のもと、今後セカンドライフがどのように成長するか楽しみです。次は私クリオネのピックアップコーナーです。今回はなんとリンデンラボから63回もアカウントを抹消されたことのある元グリーファーから、逆の発想で初心者向けのグリーファー対策についてお伺いしてきました。ただしティーングリッドがあった時点での内容となっておりますのでご了承ください。ではご覧ください。 Hello there, Japanese community. I am Tev, and today I'm just going to give you a couple of tips to keep your second life experience safe and enjoyable. 今日は快適なセカンドライフの生活を送るためのヒントをいくつかお話したいと思います。The first thing I want to touch on, which a lot of you might be concerned about, is copy botting. まずは特にクリエイターの皆様が悩まれるコピーボットについてお話ししましょう。Copy botting allows someone to recreate a prim, that you have made, コピーボットというのは作者が作ったプリムと同じプリムをコピーして作り出し、テキスチャーやアニメーションもコピーすることができます。しかしスクリプトのコピーはできません。 One way to catch a copy botter is to right click on a piece of clothing they're wearing, which you may suspect has been copy botted. コピーボットでコピーされたアイテムかどうかを調べるには疑わしいものを右クリックしてインスペクトに行きます。 And usually you'll be able to see who createdThe prim. But if there's no creator, or if the creator isn't correct, そこでクリエイターが表示されなかったり、別のクリエイターの名前が表示された場合にはコピーされた可能性が高いので、リンデンラブに報告しましょう。The second thing I'd like to touch on is griefing. 2番目に触れたいのはグリーフィング、嫌がらせです。 You may come across griefers in second life, and the best way to deal with them is justグリーファーに対するベストの対処法は完璧無視を決め込むことです。そして相手をミュートします。Make sure you age verify your account. アカウントの年齢確認を済ませるのも大事です。 Because what griefers can do is if they see that your account is not age verifiedThey can report you for being underage, at which point your account will be suspended. 特にリンデンドルを購入する前にそれをしないと、グリーファーは未確認のアカウントを見つけるとわざわざリンデンラボに未成年者としてあなたをレポートすることがあるからです。Before Linden Lads bring it back once you've given them proof
of your age and things それにより、あなたのアカウントは、しばらくの間、リンデンラボから停止されることになり、年齢が確認されるまでの間、アカウントが使えないという不便な状態に陥ります。Do not allow res or script permissions on your land if you're having problems with griefers, as they can use this to crash your sim or you know just cause general mayhem on your land. 土地を所有している人は、特にビルドやスクリプトの許可の管理に注意しましょう。グリーファーはこれを使ってシムをクラッシュさせたりできるからです。If you've done this, but you're still seeing maybe offensive or explicit material on your screen, it's likely that they're using a particle generator. きちんと管理しているのにもかかわらず、不愉快な攻撃を受ける場合には、相手がパーティクルジェネレーターを使用している可能性が高いと言えます。Temporarily, at least, you can go to the graphical options in your Second Life client in preferences, and then go to custom and turn the max particle count down to zero. その場合はとりあえず環境設定からグラフィックのオプションのカスタム、つまり詳しい設定に行き、最大パーティクル数をゼロにしましょう。Just remember that griefers do what they do just for the reaction. All they want is you to react to them.So、if you give them 最後にもう一度申し上げますが、グリーファーは普通、相手のリアクションを見るのが楽しくて嫌がらせをします。彼らの目的はリアクションですから、完璧に無視した上で、土地の所有者であれば、相手をバンすることで、大抵は虐待することができます。Well, that's it for that. というわけで皆様、安全で快適な SL 生活をお送りください。以上、クリオネのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。